東西のミトンビュートとメディックビュートビュートは差別侵食によって形成された孤立級。斜面は急瞬で時にほぼ垂直に伸び平坦な頂上は比較的狭くホックバック、ケスタを含む典型的な組織地形の内目差、第一テーブルマウンテンの中で最も規模が小さい。アメリカ合衆国中西部や北西部など特定の地域でビュートは 丘という意味で広く使われ、ビュートの言語はフランス語で小さい丘を意味する。アメリカ西部一帯で日常に使われる言葉で、特に南西部では規模の大きな丘、メサと呼び分けている。特色のある形は平原や山ちの地域で標識代わりに使われることが多い。ビュートとメサを区別するため、自然科学の研究者は経験上、丘の高さと比べると、 頂上の長い場合を、メサ、頂上の短い場合をビュートと分けている。日本の国土交通省は、地質を反映した地形の定義に、ビュートを、メサが解析され、頂面が小さい孤立球、メサを、水平な高岩層に覆われたテーブル状の高地で、周囲の一部を球外で巡るとしている。国内のビュートの例は、霧喰山高の巣山、ほぼ円錐形の大重屋は、 トワダ湖に近く、オイラセ渓流の東にあり、八甲田山のつくし森あるいはさぬき富士と呼ばれる、イーノ山を含む。メサは、ヤシマのほか万年山、荒船フ山、五色台、城山にも見られる。侵食の段階で孤立級になる前の状態は、薄い軽井沢インターチェンジ北東の黄岩が見せている。非常に形がはっきりして一般によく知られているものは、アリゾナ州もン面バレーにあり、 東と西が一体のミトンビュートイエヌ、ウエストイーストミッテンブッツは親指を広げた左右のミトンの形。モニュメントバレーは多くの西部劇映画が撮影された地であり、ジョン・ホード監督の7作はビュートを背景に描かれた作品の代表である。ワイオミング州北東部のデビルスタワーは持ち盤上ビュートで成分は火星岩であり、サガニア、 石灰岩などの堆積岩ではない。ワイオミング州デビルスタワービュートという名前のついた丘、あるいはビュートと思われているが特徴に当てはまらないものは3つあり、ネブラスカ州のスコッツ断崖コロラド州のクレステッド、ビュートの山、ニューメキシコ州のエレファントビュートである。頂上が平らではないビュートで、アメリカで有名なものはサウスダコタ州のベアビュートとオレゴン州ブラックビュート。名前が ロックであってもネブラスカ州、コートハウスイコールジェールロックは、ビュートである。あるいはカミヤキン、ビュート、ジェランビュートは大きな丘で、厳密には異なるものの、ビュートと呼ばれる。ビュートの生成は、キャップロックが上に、軟質の岩石が下に重なり、次第に侵食されて、上の層が残ってできる。キャップロックはさらに仮想の侵食しやすい地層を、風飾から守ることから孤立球ができ、 作間と風色で侵食を受けて剥がれ落ちた、岩石類あるいは外水体積物が積もって、外水斜面を形成し、ビュートができる。規模は小さいが、同じ過程をたどって途中が生まれる。ありがとうございます。